あ、いやこれ、ああ、もうね、これサムネ、あー、あらら、ジャンボ目玉焼き、よし、目玉焼きですよ。もうお店でも大人気。いやそうなんですよね。いや目玉焼きがね、いや随分売れるんだよ。いやチャーハンぐらい売れる。あ、ほんと、うん、美味しいしね。いやそう、めちゃめちゃ美味しいんだよ、うちの目玉焼き。どのくらい美味しいかというと、一人でね5個食べた人がいる。マジで、フライパンの動画で目玉焼きね試しに焼いてるんだけど、最後にね、そう、うちのメニューではね、あの予想以上の目玉焼きって言って出してんだよね。いいですね。まあ、そのネーミングも相まってね、すごく売れます。で食べたら本当にやっぱり予想以上で、どうやって焼いてるんですかってすごい聞かれるのさ。改めてちょっと目玉焼きの焼き方やろうじゃないか。見てない人もいっぱいいるでしょ、きっと。いやだと思うな、うん、ということで、目玉焼きの焼き方を今回はご紹介していきます。よろしくお願いします。ここからはスケッチ。それでは材料紹介です。アンエッグ以上、卵、ピースオブケーキ、油と塩コショウと卵だけ。卵だけ、誰でもできるね。誰でもできるね。これを美味しく作る。いや、そう、いや、これをね、でも美味しく作るって難しいのさ。まあなので作り方のポイントをね押さえながら紹介していこうと思います。まずはね、これ鉄フライパン、これがなきゃ始まらない。アイアン、男なら鉄だろ。アイムアイアンマン、すごいよね。もう今より YouTuber じゃなかった頃に逆にそれをやってたっていうね。いすごいね、あの頃の方が向いてる鉄のフライパンっていうのはね、蓄熱性が高い、うん、一度温まったら冷めない。あと熱伝導率っていうのもテフロンのよりずっといい。熱伝導率っていうのは食材に温度を伝えやすいので、強い温度で高い温度で常に食材に火を入れることができる。それによって卵の白身のところ、目玉焼きで言えば裏の部分にメイラード反応でできた焦げ茶色の美味しい物質ができる。なるほど、はい、ある程度焦げ目をつけることは大事だと、うん、いやそういうことですね。なるほどね。でも焦げすぎたらダメだよ、苦くなるから。はいはいはい、うん、だからまず鉄のフライパンを使ってこうしっかり強火で火加減を調整しながらだね、焼くっていうのがまあ大事になるっていうことだね。あ、でもね、以上なんだよね。でも単純だ。いや単純単純、とにかく鉄フライパンを使って、いやとにかく鉄フライパンを使って高い温度で焼く。そう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 。鉄、もちろんね、この鉄フライパンでもいいし、みんな大好きスキレット、これもじゃあ鉄フライパンの一部。はい、これも鉄フライパンの一部でございます。はい、中華鍋でもいいよ。俺の中華鍋は結構薄いから、こっちの鉄フライパンよりは薄いからちょっと冷めやすい。まあだからできればまあ厚めの、厚手の鉄フライパンっていうのがいいんじゃないかな。なるほど、うん、鉄フライパンについてはね、鉄フライパン動画がありますね。はい、鉄フライパン動画を見てください。はい、はい、早速焼いていきましょう。で、まず、まあ、家庭のね強火で、強火で火かけていくといい。このフライパンからちょっと煙が見えるか見えないかぐらいの、200度ぐらいだね。もうとにかくじゃあ熱々の状態にしてから、しっかり、そう、しっかり温める。これどれぐらいかかりますかね。俺のこのフライパンでこの、まあ、業務用の一部だけだったら1分ちょっとかかるかな。でもしばらくす、ね、ああそうそう、結構温めるよ。あ、ちょっと煙が出てきた。こんぐらいのところで油をちょっと多めに入れた方がいいな。熱してから油、うん、そう、熱してから油っす。結構多めですね。そう、しっかりめに、うん、もうちょっと少なくてもいいかな。まあでもね、少ないより多い方がいいわ。ああなるほど、うん、中の油もこうサラサラ、あ、温まったら油こうサラサラになるから。そして卵を割り入れる。で、これ卵割るときね、こっからやるよりこっからやった方がいいから、低い位置の方が、あの、綺麗にできます。で、この辺気泡ができるじゃない、うん、ここはね、こうやってピッピッピッって潰してやると綺麗にできます。強火で入れるでしょ、うん、で、こう、まあ、ずーっと強火だと焦げる可能性があるから、ちょっと弱くしよう。中火ぐらいにしようかな。なるほど、うん、弱火でじっくり焼いてってもいいし、これはこの裏側にはこのメイラード反応を起こさせて、表のこの黄身はトロッと仕上げたいの、はいはい、だからここでずっと強火のままだと裏がこうちょうどいいメイラード反応になった時に黄身にね、火がねちょっと若干少ない状態になっちゃうから、取りすぎるんだ。そう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 、ね、だからこの時はまあ中火から弱火とか、これは見ながら自分のフライパンとか自分のコンロの火加減とかを加味しながらやっていくのが大事。中火弱火ぐらいでじっくり焼いていく。上がまだいい感じじゃないのに、うん、焦げすぎたなと思ったら低くした方がいい、ね、いやそういうことだね。あ、蓋をしないという。あ、そうです、そうそう、蓋をねしない。結構今回焼けたら水入れて蓋して仕上げるっていう人多いじゃん、はいはいはい、俺の目玉焼きはね蓋はしません。というのもこれ蒸し焼きにね、水入れて蓋するっていうのは蒸し焼きにするっていうことさ。で、蒸し焼きにしてしまうとこの裏のカリカリ感がなくなってしまうのと、上の黄身にも火が入りすぎてしまうし、この表にも白い膜ができちゃうからあまりおすすめしない。なるほどね。まあでもそれが好みの人はそれでもいいよ。この片面だけ焼くのはサニーサイドアップっていう焼き方らしいぞ、はい、そうで裏返すのがターンオーバー
バーっていう焼き方らしい。おし、いい感じだね。この一見焦げてるじゃんみたいな。あ、そう、こんぐらいがいいね。へー、うん、まあ、真っ黒くなったらダメだね。はいはいはい。で、それでこれをこの薄い棚がありますから、はい、貝印100出ました。はい、うちのアフィリンクが一番売れてる、はい、これでこの下にスカッと入るから、はい、入るぞと。はい、ほいほい、おできた、完成です。これでちゃんと美味しいってか。そうで、まあ、塩コショウだけだよね、俺の場合はね。パラッとパラッとね、パラッと。はい、以上です。もうこれでどうぞと。はい、どうぞです。いや、めっちゃ簡単そうじゃん。簡単そう、うん、そう、でもね、めっちゃ美味しいから。ココカロズキッチン、こんなんで決めちゃっていいんかい。今日はこれで決まり。予想以上の目玉焼きです。それでは皆さん、お待たせいたしました。いきますよ、大西愛。半熟。あ、そうだね、半熟、半熟っぷりを。半熟かどうか。はい。あ、いやー、これ、あー、あ、もうね、これサムネ、あーあらら。そう、だからこの黄身も完全な生じゃないわけだよ。ちょっと膜はあって。そう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 。で、中もちょっとこう、そうなってんだよね。そう、ちょうどこの、これがシャビシャビだとダメさ。で、裏はこんな感じ、うん、あ、そうそうそう、あ、いいね。あ、はいはいはい、エッチだね。エッチだ、久しぶりに出たね、はい、じゃあ、はい、お、いいっすか。あ、いいよいいよ、割ったんで。お、大丈夫。いいよいいよ。あ、豪快に、おほめっちゃうまい。めっちゃうまい。いや、起きたお客さんもね、こうやって食べた方がいいかもしれない。みんなありがたがってさ、そうでしょ、ちまちま食べるわ。白身だけ食べたりさ。いや、そう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 、違うから、うん、全部で作品だから。いや、そうだね。確かにそうだわ。それはね、お寿司のね、うん、刺身とね、シャレを別に食べるのと一緒、うん、なるほど。確かにね、この食べ方が間違いなく目玉焼きの一番美味しい食べ方だわ。男の人なら誰でもできるぐらいの大きさだし、うん、そうだね。何もしてないし、うん、見た目も劇的に綺麗とか、うんうん、変わったわけじゃないから。そうだね、なんだよって思ったかもしれない、うん、やってみたらいい、鉄フライパンでちゃんと、うん、もしくは店来て食べてみたらいいわ、うん、めっちゃうめえから。そう、いや、本当に本当に読んで字のごとく予想以上の目玉焼きだよね。思ったより美味しい。そう、朝ごはんこれだけでいいもんな。ああ、そうだよね。これだけでも食べれたら、うん、なんか、あ、食べたなって、うん、頑張ろうっていう感じ。よかった。これにトーストでもさ、あー、本当だよ。トーストとさ、ね、赤ウインナー炒めたの2本ぐらいつけばさ、めちゃんこうまいし、朝が楽しみになるよな。いやー、うん、しばらく美味しいよね。確かに黄身がさ、うん、いい状態で口の中に入ってくるんで、うん、しばらく美味しい。そうだね、コクがある。そうだね、あのメイラード反応ね、結構焼いたけど苦くはないでしょ、全く。あ、全然全然、うん、むしろちょうどいい。なんかサクサクしてるし、うんうん、やってみてください皆さん。いや、いいでしょう、やっぱり。いや、よかった。うん、いや、改めて美味しいには一気食いがおすすめ。一気食いがいい、全く食いがいい。いや、これはね、お店でも提唱していく。いや、なかなかできないけど。よほどだよ。はい、せめて半分ずつだね。ちょっとずつじゃない、うん、半分ちゃって。あ、そうだね、うん、しかしね、やっぱりね、あの黄身をね、なるべく無駄にしたくないわけじゃん。そうそうそう。ということで皆さん、いや、ぜひ改めてやってみてください、うん、もうこれで卵シリーズコンプリートか。あ、まだあれだ、スクランブルエッグとかあるか。この間のね、卵焼きと合わせて、うんうん、ぜひ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 やってみてください。いやー、こう家庭の食卓が彩りますね。いや、そうだね、素晴らしいね。そう、一つ一つこういうものを大事に作っていきたいんだよ、うん、そうだね、うんうん、これも料理なわけだね。そうそう、みんなね、難しい料理作りたがる、うん、最初はすぐ後ろにしがち、うん、お西もそうだった、うん、これこそ出現率高いよ、ね、いや、そうですよ。本当の料理上手はこういうのをちゃんと作れる人だよ。そうだね、うん、ペペロンチーノ毎日出されたら怒るけど、うん、目玉焼きだったら怒らないんだから。いいいいいい。あ、これはね、家庭が幸せになる。そうだね、幸せメニューシリーズに認定します。なかなかないですからね、はい、ということで皆さん、ぜひチャンネル登録、グッド評価、チャンネル登録の横のベルマークもよろしく。エッグ、ツイッター、はい、ツイッターも、インスタ、フェイスブック、はい、SNS もフォローよろしくお願いします。お店のアカウントと分かれたことによってね、うん、自由度が広がりました。いや、そうですよ。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは皆様、またお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、しとけ。ココクロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で。ちょっとなんかこう、しゃがりきな感じでやってみます？あの、鉄フライパンの頃のように。おめっちゃ久しぶりに吹いた。いくぞ。
すごく嬉しい。もうね、往年の名ネタ。往年のっていうか、ね、もう我々からしたら往年のですよね。もうね、これ何年前ですかね。大西哲也往年の名ネタ。20そこそこの頃からやってるでしょう。15年ぐらいやってるよね。もうすげえ見てるもん俺。懐かしさと逆に新しいですね。そっからこれからジャボ。今回はね、はい、昔の、はい、鉄フライパン動画をこするので、いやそうだね、元気にやっていこうということで、はい、やっていきましょう。アイムアイアムやべえ。はいね、そんなことしてたんだ。すごい元気だったね、うん、今はやっぱりさ、うん、出てこないよね、うん、アイアムアーはないよね。アーはないよ。ダメだよ、そっとっちゃダメだよ。我々も本当のおじさんなんだから。そう、そう、なんかこう心までね、うん、置いてはいけない、うん、頑張ってやっていきましょう、はい。